地震調査委員会による分類の地図。福島県沖の位置。福島県沖地震とは、日本の福島県の沖合を震源とする地震である。東北地方太平洋沖地震以外は、いずれの地震も気象庁による顕著な被害が出た地震としての命名はされていない。命名は、ウィキペディア日本語版独自の項目としてである。福島県沖は北アメリカプレートと、 太平洋プレートの境界に接しており、日本海溝沿いにあるため、日本でも有数の地震多発地域である。1938年11月5日の福島県東方沖地震や2008年7月19日に発生した地震では津波を観測し、さらに福島県沖も震源域に含まれる2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では、 大津波によって、福島第一原子力発電所事故を引き起こした。伊豆、小笠原海溝は、太平洋プレートの広角の沈み込み帯であり、地震カップリング率が低くプレート移動の、歪みエネルギーの多くは非地震性の滑りで、解消されるため巨大地震は起こりにくいとされ、日本海溝のプレート境界も従来のアスペリティモデルでは、南部で、やはり地震カップリング率が低く、 宮城県沖、福島県沖など各セグメントを震源域とする地震は発生しうるが複数のセグメントにまたがる連動型地震は起こりにくい場所とされてきた。江戸時代以降で福島県沖を震源域とする顕著な地震は1938年の福島県東方沖地震のみとされてきた。地震調査研究推進本部による2009年時点の 三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価では、福島県沖の M7.4 前後のプレート間地震の発生間隔は400年以上と評価されていた。しかし、東北地方太平洋沖地震は、福島県沖を含む広大な範囲を包括する巨大地震であった。M7 以下クラスのプレート間及びプレート内地震は1990年代。 以降続発している。繰り返し発生する地震や連動型地震で福島県沖を震源域に含むものをここで扱う。869年に発生した上岸地震の震源域は少なくとも宮城県沖から福島県沖までの領域を含むと考えられる。東北地方太平洋沖地震と同様、震源域が三陸沖から茨城県沖、さらに それらの領域の開口よりまで広がる可能性もある。潮屋崎沖地震とも呼ばれる。1938年11月5日17時43分に M7.5、同日19時50分に M7.3、翌日6日17時54分に M7.4 など大地震が続発した。2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震の震源域には、 福島県沖も含まれ、海溝寄りで、数メートル程度の滑りが生じたと考えられるが、すべての歪みが解放されたかは不明である。また、この地震による多数の余震が、福島県沖でも発生している。2011年3月11日に起きた、M9.0 の東北地方太平洋沖地震は、福島県沖も震源域の一部であり、本震以降、 福島県沖を震源とする余震も頻繁に発生している。主な余震は以下の通り。7月2011年7月31日午前3時54分、福島県沖の深さ 57km を震源とする M6.5 の地震が発生。福島県で最大震度5強を茨城県や栃木県でも震度5弱を観測した。太平洋。 プレート内部で発生し、西北西東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型のスラブ内地震であった。地震による負傷者は11名。震度5弱以上の地域は次の通り。このほか、北海道から滋賀県にかけての広い範囲で震度4から震度1を観測した。8月2011年8月19日14時36分。 福島県沖の深さ 51km を震源とする M6.5 の地震が発生し、宮城県と福島県で最大震度5弱を観測した。太平洋プレートの内部で発生した逆断層型のスラブ内地震であった。地震による負傷者は2名。気象庁はこの地震で宮城県と福島県の沿岸に津波注意報を発表したが、 津波は観測されず15時15分にすべて解除した。最大震度5弱を観測した地域は次の通り。地震の概要2013年10月26日2時10分、福島県沖の深さ 56km を震源とする M7.1 の地震が発生し、宮城県や福島県、茨城県、栃木県などで最大震度4を観測した。東方向に超力軸を持つ。 西断層型地震であり、太平洋プレートの内部で起きた、いわゆるアウターライズ型の地震であった。東北地方太平洋沖地震以降、このようなタイプの余震もたびたび発生しており、2012年に起きた M7.3 の三陸沖地震も同様のメカニズムである。この地震による負傷者は1名のみで、大きな被害には至らなかった。 各地の震度震度4以上の地域は次の通り、津波気象庁はこの地震で2時14分に福島県の沿岸に津波注意報を発表。その36分後には岩手県、宮城県、茨城県の太平洋沿岸、それに千葉県の九十九里、外房にも津波注意報を発表した。宮城県の石巻市や湯川で高さ十六センチメートルの津波を観測したほか 福島県や岩手県でも津波を観測した。津波注意報は、同日4時5分にすべて解除された。津波注意報が発表された地域で観測された、津波の高さは次の通り。地震の概要2014年7月12日4時22分、福島県沖の深さ 33km を震源とする M7.0 の地震が発生し、宮城県、福島県、茨城県、 栃木県で震度4を観測した。東西方向に、超力軸を持つ、聖断層型の地震であった。この地震により、各地で小さい津波を観測したほか、1名が負傷する、被害が出た。各地の震度震度4以上の地域は次の通り。各地で観測された津波気象庁はこの地震で、福島県と宮城県、岩手県の太平洋沿岸に津波注意報を発表。 宮城県石巻市や湯川で高さ17センチメートルの津波を観測した。津波注意報はおよそ2時間後にすべて解除された。津波注意報が発表された地域で観測された津波の高さは次の通り。繰り返し発生する地震、東北地方太平洋沖地震の余震などとして扱われない地震をここで扱う。1905年7月7日に M7.1 の地震が 発生した。規模が小さく、被害も認められないことから、地震調査研究推進本部は繰り返し発生する、地震として扱っていない。1987年2月6日21時23分に、MW6.1、同日22時16分に、M6.7、4月7日9時40分に、M6.6、4月23日5時13分に、 M6.5 の地震がそれぞれ発生している。これらのうち、2月6日22時16分の地震では、オズハ、4月7日の地震では負傷者1名を出している。2月6日の22時16分に発生した M6.7 の地震における、各地の震度は次の通り。4月7日に発生した M6.6 の地震における、各地の震度は次の通り。 4月23日に発生した M6.5 の地震における各地の震度は次の通り。1996年2月17日0時22分に発生した地震は深さ約 55km の太平洋プレート内で発生したものと推定されている。有敢範囲は北海道から近畿地方まで及び岩手県から茨城県の広い範囲で震度4を観測した。 同じ太平洋プレート内地震である1993年、釧路沖地震や1994年北海道、東方沖地震とメカニズム界が類似しており、本地震がプレート内地震であることを支持している。各地の震度震度4以上を観測した地域は次の通り。地震の概要2008年7月19日に発生した地震は1996年のものとは異なり、 CMT 会によれば、プレート境界で発生した西北西、東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。東北地方太平洋側各地で津波が観測され、最大の高さは宮城県石巻市や湯川で23センチメートルであった。2日後の7月21日20時30分には、本震の南南東側で M6.1 の余震が発生し、 宮城県の枠谷町と福島県桂尾村、藍津若松市で震度4を観測した。各地の震度震度4以上を観測した地域は次の通り。津波気象庁はこの地震で、地震発生直後の11時41分に、宮城県と福島県の太平洋沿岸に津波注意報を発表したが、13時20分にすべて解除した。 各地で観測された津波の高さは次の通り。岩手、宮城、福島の広い範囲で震度4、東日本の広域で震度3を観測したほか、北海道から滋賀県までの広い範囲で震度1以上を観測した。前日の13日には、前震とみられる M5.5 の地震が発生し、やはり東北の広い範囲で震度3.4を観測している。 またこの付近では1942年2月21日に M6.5、1963年8月15日に M6.6、1985年8月12日に M6.4 の地震とほぼ低間隔で発生していた。この地震も2008年のものと同様にプレート境界付近で発生した西北西、東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。 各地の震度は次の通り、負傷者一人、住宅一部破損二件、6月13日3月14日の地震とは異なる場所で発生した。規模は M6.2、震源の深さは 40km である。福島県相馬市、浪江町で震度5弱を観測したほか、東日本の広域とのと半島、静岡県にかけて有感となった。 各地の震度震度4以上を観測した地域は次の通り。ありがとうございます。